皆さんこんにちは。ゆっくり音楽チャンネルのゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムです。この動画では、音楽をもっと楽しむために参考になる、音楽理論や音楽の雑学について解説しまう。今日のテーマは、平行調の同士調への転調だぜ。平行？なんだか難しい言葉が並んでいるんだわ。大丈夫ですよ。言葉は難しいですけど、今日取り上げる音楽は、とってもわかりやすくて楽しい音楽なんです。そうなの？ああ。ただし、今回解説するのは確かに楽しい音楽なんだが、単純に聞いただけでは、そこに込められている意味合いが 100% わかるわけではないかもしれないな。え？どういうこと？まあ、まずは音楽を聴いてみてください。うん。めちゃくちゃいい曲なんだわー。いい曲ですよね。この曲は、なんていう名前なの？これは、キリュウココさんという方の、ウェザーハッカーズという曲だぜ。ウェザー？変わった名前だわね。そうですよね。それに、キリュウココさんって、どなたなの？キリュウココさんは、ホロライブの VTuber だな。え？ホロライブ？私、ヨウムにホロライブを教えてもらってから、ホロライブの動画をよく見てるんだけど、この方は、今まで見たことがなかったわ。そうですか。まあ、無理もないだろう。なぜなら、キリュウココさんは、もうホロライブを卒業してしまったからな。え？卒業しちゃったの？そうなんです。今は、ホロライブでの配信はしていません。そうか。残念だわねー。まあ、ひとまずこの曲の解説をしていこう。よろしくお願いします。今日のテーマは平行調の同士調への転調だったな。ああ、そういえばそうだったわね。その転調の仕方をしているところを見てみよう。今回もわかりやすいように、波長調 C メジャーに移調して示します。いい感じだわね。ここでは転調しているな。そうね。途中からシャープが3つついているんだわ。波長調 C メジャーから異調調 A メジャーに転調していますね。この転調が、平行調の同士調への転調になっているんだ。それってどういう転調の仕方なの？5度圏で解説しましょう。波長調は C だから、ここになる。そうだわね。その平行調というのは、この円の内側の異端調 Am になりますね。
単調ということは、悲しい感じの調になるということね。その通りだ。波長調の平行調というのは、波長調と調合が同じの単調、つまり単調になるんだ。なるほどなるほど。そして、今回取り上げている曲は、さらにその同志調に転調しています。同志調ってどういうもの？同志調というのは、主音が同じの調ということだ。というと、異単調はラから始まる単音階の調ですが、同じラから始まる調音階、つまり異調調ということですね。悲しい感じを、無理やり明るい感じにしているんだわね。そういうことだな。単調の第3音、第6音、第7音、つまりド、ファ、ソ、をシャープで半音上げることで、単音階から調音階にしているんです。ああ、だからシャープが3つついているんだわね。そういうことだ。この曲のこの部分も、波長調から異調調に転調して、シャープが3つついているんだわ。これが、平行調の同志調への転調というわけです。なるほどね。突然意外な調に転調するから、曲を聴いてて、お、と思わせる効果があるな。明るい感じから、さらに明るい感じに転調するから、すごく楽しいイメージなんだわね。この曲は、キリュウココさんの明るい性格を如実に表した、まさにイメージ通りの名曲なんだ。聴いているだけで元気になっちゃうんだわ。キリュウココさんって、さぞかし楽しい配信をしていたんでしょうね。ところが、もちろん楽しい配信もたくさんあったんだが、そればっかりというわけでもなかったんだ。え？どういうこと？何かやらかしちゃったってこと？いえ、キリュウココさんは、ココさんをよく思っていない人たちから、配信中に心ないコメントを投げられることが増えるようになってきて、活動を休止したことがあるんです。キリュウココさんは、2020年11月に、キリュウココは、キリュウココを守るために、しばらく活動を休止いたしますとのコメントをして、約2週間休んでいるんだ。特に悪いことをしたわけでもないんですが、本当に理不尽なんですよね。そうか、かわいそうだわね。どこにもアンチっているもんなんだわね。でも、2週間で復帰できてよかったわね。しかし、復帰後もアンチからの嵐コメントは減るどころか、むしろどんどん増えていってしまったんだ。2021年2月のある日の配信では、特に嵐のコメントが多くなっていました。これまでは嵐コメントを投げられても気丈に振る舞っていたキリュウココさんだったが、この日はさすがの嵐コメントの多さに困惑していたんだ。どうしていいかわからずに、キリュウココさんは長時間無言になってしまいました。ひどいわね。どうにかしてあげられないの？それを見かねて、同居しているホロライブのアマネカナタさんが駆けつけました。ああ、助けに来てくれたんだわね。その時、キリュウココさんは安心したのか、思わず号泣してしまったんだ。ああ、アマネカナタさんは、そんなキリュウココさんに、よく頑張ってるよ。ご飯食べるか、一緒に、という言葉をかけてあげています。わあ、優しい。優しいんだわね。その日はそれで配信が終わったんだが、それを見ていたキリュウココさんのファンの皆さんは、アマネカナタさんのファインプレイを大絶賛していたな。アマネカナタさんは、とってもいいお友達なんだわね。キリュウココさんは、どんなに辛くても、配信中は絶対に涙は見せない人なんです。そんなキリュウココさんが号泣してしまうんだから、アマネカナタさんはよっぽど心の許せる親友なんだということですね。本当だわね。それでもやはり、それ以降のアンチによる配信の嵐行為はとどまることがなかったんだ。どうすればいいのかしら？キリュウココさんは思ったはずだ。何も悪いことをしていないのに、なんで私だけ攻撃されるの？って。私だけ？他のホロライブメンバーはいつも楽しく配信しているのに、なんで自分だけがこんなに辛い思いをしているの？ってこと？その感情が、心の中で日に日に大きくなっていったんだと思います。その時、キリュウココさんは思ったんだろう。いけない、このままでは、私が大好きなホロライブを嫌いになってしまうかもしれない。ってな。ああ。そして、キリュウココさんは決心します。ホロライブを卒業することを。ああ、そうか。大好きなホロライブを。これからもずっと大好きでいるために。でも、他のホロライブメンバーはどう思ったのかしら？キリュウココさんは、他のホロライブメンバーから絶大な信頼を受けていて、みんなからすごく慕われていたんだ。だから、キリュウココさんが卒業するのを、みんな必死で止めようとしました。でも、キリュウココさんは卒業を撤回しませんでした。他のメンバーも、ココさんが決めたことだからと、半ば諦めるように、次第に受け入れていったんです。キリュウココさんは、他のメンバーに最後は笑って送り出してほしいと伝えたんだ。それを聞いたみんなは、キリュウココさんが卒業するまで、配信で涙を見せることは一切しませんでした。キリュウココさんもみんなも、辛さを必死でこらえていたんだわね。そして、キリュウココさんにより卒業の告知が配信で行われてしばらく経った2021年6月28日、今回取り上げたウェザーハッカーズが発表されたんだ。ああ、この曲が発表されたのは、卒業を決心した後だったんだわね。その日にミュージックビデオが公開されて、キリュウココさんも同じ日に自身の配信で歌声を披露しました。それから間もない2021年7月1日、キリュウココさんは卒業の日を迎える。卒業ライブの最後に、キリュウココさんはウェザーハッカーズを歌いました。キリュウココさんは、この曲がとっても好きだったんだわね。そりゃそうだろう。
何せ、この曲は桐生ココさんのファンの方が作ってプレゼントしてくれたものだからな。え？ファンの方が？そ、それは、さぞかし嬉しかったことでしょうね。桐生ココさんは、それだけファンの皆さんに愛されていたということだな。この音楽を作曲したファンの方は、桐生ココさんの人間性を音楽に込めたんだ。人間性？あ、そうか、明るくて前向きなところということね。もちろんそれもある。しかし、それだけではないんだ。え？どういうこと？あ、そういえば、マリサはさっき、この曲を単純に聴いただけでは、そこに込められている意味合いが 100% わからないかもしれない、って言ってたわね。ああ、霊夢、今回のテーマは、何だったかな？確か、平行調の同志調への転調、だわよね。元の調と平行調と、さらにその同志調の関係は、どういうものでしたか？元の調が調調の場合、平行調は調合が同じの単調、つまり悲しい感じの調で、さらにその同志調は、それを無理やり明るくした感じの調だったわよね。ああ。そうだ。平行調は本来なら悲しい感じの音楽になるはずなんだが、それを同志調、つまり明るい感じにしてしまっているんだ。つまり、な、涙は絶対に見せない。そういうことですね。この曲、すごいわ。普通に聴いただけでは、すごく明るくて元気になる音楽に思えるよな。でも、そこには、辛いことがあっても絶対にくじけないという、桐生ココさんの信念が込められた、ココさんのアイドル根性を如実に表現した音楽になっていたんだ。やばい。やばいんだわ。桐生ココさんは、どんなに辛くても絶対に弱音は吐かないんです。むしろ、その辛さを笑い話にするくらいなんですよ。例えば、2020年5月のある配信では、多分4期生の中で、私が一番注意され怒られしてると思う、と、笑いながら話しています。それを見ていたファンの方が、やらかしも知ってるけど、膨大な努力も知ってるでというコメントを投げました。そのコメントを見た桐生ココさんは、少しの間無言になってから、そんなん言われたら泣いちゃうよ、と涙声で答えました。そしてココさんは、涙を見せたことが恥ずかしかったのか、みんな褒めないでよ。そういうキャラにはならないようにしてんだから。ありがとう。みんな優しいよ、と続けています。いくらアンチがいようとも、ファンの皆さんはとっくにわかっていたんだよ。桐生ココさんが、ファンの皆さんを楽しませるために膨大な努力をしていることを。絆がやばいんだわ。桐生ココさんの、そういうキャラにはならないようにしてんだから、というコメントには、辛くても絶対に涙は見せないというココさんの信念が現れているな。その信念が、この曲の平行調の同志調への転調として表現されていたんだわね。はい。鏡だわ。アイドルの鏡なんだわ。このライブは、惜しい人を卒業させてしまったんだわよ。まあ、そうだな。でも、そんな桐生ココさんだから、これで終わるわけはないんだぜ。え？どういうこと？この曲のサビの部分を見てみましょう。ここでも転調しているんだわ。そうだな。サビの前までは異調調だったのが、サビでは波調調になっているな。元の調に戻っているんだわ。これって、桐生ココさんが戻ってくるということ？どうだろうな。ココさんが戻ってくるかどうかはわからないが、この転調に重要な意味が込められているのは確かだぜ。どういう意味が込められているの？霊夢さん、異調調から波調調への転調って、何度転調していますか？異調調の主音はラで、波調調の主音はドだから、ラ、シ、ド。1、2、3? だけど、シ、ド、ドの間は半音になっているから、単三度転調だわね。そうだ。前にネバーエンディングストーリーの回で解説した、新たな世界への幕開けの単三度転調だ。新たな世界への幕開け。つまり、桐生ココさんは、ホロライブを卒業した後、新しい世界へ？そういうことですね。桐生ココさんは、転んでもただじゃ起きない人なんだ。今頃、新しい世界に転生して、またすごく楽しい配信をしているかもしれないな。うわぁ。が、頑張ってほしいんだわ。私、応援したいんだわ。もし桐生ココさんが新しい世界に転生してもう一度活動しているなら、ぜひ一緒に応援しましょうね。絶対に応援する。約束だわよ。ああ。みんなで応援しような。それじゃあ、今日はこのくらいで終わりにしよう。それでは、せーの。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。